にちは。アムルチャンネルです。アムルチャンネルは宇宙から地球に移住してきた皆様の毎日の生活がより良くなるようにということでレジェンドを迎えしてお送りしておりますが、今日はユミネのご紹介、はい、シオ先生です。初めましてというなんですかね。よろしくお願いします。私がパリの、もともとは私バレエをやっておりまして、バレエ友達から腕のいい針の先生がいるのよって言われて行ったのがもう3年ちょっと前。そうですね、もう3年以上経つんですけど、うんうん、でこうね、月1回ぐらい左右のバランスいろいろ崩れちゃうんでメンテナンスしていただいたんですけど、まあ、それがですね、だんだん骨の職人からエネルギーの職人になってきまして、はい、その辺の今日ご紹介をぜひということで。しかもなんかユミネがお伝えしたことで、もはや矢作先生のお抱えメンテナンス師みたいになってるみたいな。そうそう、今だから結局今何だかんだ言って矢作先生の体のメンテナンスをされていて、矢作先生のエネルギーヒーリングを受けたら逆に塩野先生のエネルギーヒーリングが開花しちゃったという。あ、そうなんです。そう、うん、すごいよね。そこは話別にありなんです。ありですね、ありです、はい、はい、じゃあでもどっからつきますかね。去年ほらご紹介、ユミさんからね、しおさん去年かご紹介いただいて、うんうん、もう少し体験させてもらったんですけど、すごいよねやっぱりね、なんかここ歪んでますよみたいな。レントゲン撮ったわけじゃないのに、うんうん、多分ね、でもやってれば長年やってたらみんなそうなると思うんですよ、うん、治療家って、うんうんうん、そのこだわって見てます、もうそういう見方をしちゃってるから、うん、もうそれ変態的な見方でしか人を見てない。あ、変態だよね。そういうのはガチですよ。骨職人、超ガチですから、ね、骨マニアというか、もうそうだからどうしてもこうパッと見たら、あ、こうこうなってんだなとか。いや、だってさ、由美さんと矢作先生なんか誰がどう見たって歪んでないし曲がってないじゃん。シャキッとしてる立ち姿の美しいこと、美しいこと。私なんか全然気にしたことないし、うちは夫は荷物を例えば右で持ったら次は左で持つとか結構気をつける人なの、あの人ね。私はね、全然ズボラで常に荷物は右、子供抱くときは常に左、あの寝るときは常に右が下って、やっぱずっと同じなので、自分で歪んでんだろうなとも思うし、もう直しがいがありますね。もう写真撮ったらね、写真撮った時点で肩の位置も違うし、楽しみですね。若い時はそれでもほら顔が左右対称だったのに、やっぱりだん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 こう歪んで変わってくるんだな、ほうれい線がこっち側だけ黒いとか。またそれを気にしない性格なんだな、これが。だけど最近年取ってきて、やっぱ歪みってね、病気の原因にもなるんだなとか思う。なります、なります。一つ例えばガンとかって、うん、ガン？例えばね、でもあれってめっちゃ仮説ですよ、うん、仮説ですけど、エネルギーで言えばエネルギーが滞ってたりとか、うん、川とかでもやっぱり上流から下流でスムーズに程よく流れてて、吹き溜まるところがなかったらそれが綺麗な清流だったりするっていうのと人間の体も多分一緒だから、うん、どっかで流れが悪い、どっかで流れが激しい、うん、でそこから出てくるバランスの崩れでどっかに吹き溜まりとかぐるぐる回って流れられないようなところが出てきたら、うん、そこに多分ガンみたいな塊みたいなのが出るんだろうという、うん、なるほど、ね、めっちゃ適当に言ってますよ。ただ多分僕の仮説っていうのは多分東洋医学的にはそういう捉え方をした方が、ヨシリン先生ともね、そうお付き合いあるから、私たちが普段お世話になっているザ先生、にわかじゃなくて本当のザ先生っていう先生とね、うん、まあでもヨシリン先生講習受けたりとか、まあ、ただ僕がヨシリン先生の患者だったりとかっていうだけなんですけど、うん、先生も今あるベストのものを、例えば僕の息子の治療をしました、先生が針を使いました、僕が針って知ってると、あ、ちょっと来てって言って教えるからって言って、すぐにもうその場で教えて、これ使えるから使ったらいいよっていうのが吉野俊明っていう先生だったりとか。だからやっぱりすごい人って、もちろんもういろんな方そうなんですけど、出し惜しみがないですよ、うん、本当に。うん、だからもうそれですごい尊敬するし、でそういうところ僕が今やってることも本当にいろんな今まで教えていただいたこと、学んだこと、あるいは治療家ってやっぱり自分が受けるのが一番の勉強だったりすると思うんで、受けてきてヒントを得たものでいいとこ取りをして今まであり、でそれこそ去年の2月の8日に八木先生、うん、ちょっと日付まで覚えてる。
いやそうなの、いやいやだってカレンダー見ちゃったし2月8日ね。そうそうそう、2月8日に先生治療しました。そしたらそこで赤尾さんがご返杯って言ってくれて、先生のヒーリングを受けさせていただいて、今までのいろんな方にヒーリングを受けた中でも全く違うみたいな、もうバイブレーションを感じて、でそのバイブレーションを感じて、先生もいろんなことを、中今とかいろんなことを教えていただいて、翌日治療しようと思って、仲のいい患者さんだったんですけど、よしじゃあ先生こういうふうに言ってたら集中して、このイメージ中今だと思ってチェックしました。歪んでます、今までは触って直してたものが、うん、チェックして、あ、歪んでるって言って集中したら、うん、サタンも治ってたっていう現象が起きて、それが2月の心、うん、あ、そうそう、でそこからなんじゃこれはって言って、患者さんごめんごめん今治っちゃってんだけどって、はぁみたいな感じになるじゃん。で、まあ仲良かったからちょっと鏡見てよ、ほらここ全然変わったじゃん、うわほんまやみたいな感じになって、でそこから友達とかいろんな方、それこそ赤尾さんとかにも体験してもらったりとかしながら、定期的に八木先生にも僕がさせてもらって、先生これどうすかとか言って、僕自身は自分が学んでそうなってるわけじゃない。そうだよね、八木先生もさ考えたらお医者さんだもんねそうで、体のこととかでも先生もエネルギーよくやると深く来ましたねとか、なんかもう分かんないんですけど、ただまあその時その時こう受けていただいて、自分の現在地はどうなのかなっていうのを自分なりにこう確認するようなのをしながら、なんかちょっとこうご相談されたら、まあやったことないですけどやってみましょうかって言って、やるのの積み重ねで、あ、こういうこともできたね、こういうこともできたねとか言って、この辺でできるんだったらじゃあ遠隔もできるのかねってやってみたら、あ、できたねみたいな、そういうまだまだだから何ができて何ができないのかっていうのも今後のことだし、だから月1回私行ってるんだけど毎月変わってんの今月こんな感じみたいな、これできましたみたいな、すごくない伸びしろが、そう伸びしろすごい。なんかさ、でも矢作先生のことだから伝えればいろんな風にいい風に使ってくれるのが分かって教えてるんだろうし、さしおのさんに、うん、それだけ伸びしろがあるってことだよね。あとやっぱり元々の骨職人でもね、骨職人そこのプロだったんで、そのどういう風にそのエネルギーを治療に使うかっていうのがやっぱりマッチしたの、うんうんうん、だからよくその矢作先生が安井先生の話をされるんだけども、うん、その物理の数学がある時バンと降りてきたんですって。でそれを安井方程式としてこう紐解いたんだけども、同じ方程式が自分に来ても自分は分からないと思って、やっぱりその素養がないとそれを来ても受け取れないって、多分だからもともと素養があったところに受け取っちゃったから、そうだよね、ドーンと。だから僕手なんですよ、ずっと触ってきたから、うん、僕が直すのってここに感じるから、例えばサダさんをこう意識してこうやってスッとここで止まるんですよ、うん、でここでこの止まったところでサダさんを直したりとかっていう感じで、なんかこの手のひらにまずは感じ出してて、へでそれからなんかそういうのをやってたら、あ、見えてるより見えてない方が、まあ、遠隔の時声だけ聞いてるだけだしとか、目見えてないでこうずっとやってたりとか、ここのところずっと妊婦さんを人ね出産されて今のリカバリーをやってるんだけども、うん、定期的に遠隔をさせてもらってたら、うん、なんとなくなんですよ、これすごいなんとなくなんですけど、うん、こうやってお腹のところやると赤ちゃんがその時に眠ってるとか笑ってるとか、なんとなくなんですよ、非常に適当に言ってますよ、僕の思っただけですけど、でもさ、なんか見えてくるよ、ね、でもさ、しおのさんは絶対さ目に見えない世界でもなんかふわふわ感がないじゃん、なんかそれはふわふわ感ってなんか言葉がうまくね、やっぱりそれもう治療家としてね、最初でも実績があるからね、そうだよね、そうだよね、なんかそれでなんか生野さんの腕にかかったら、え、私も由美さんみたいに綺麗だった、姿がめっちゃ綺麗、いや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 、これでもあのバレエとかやって意識やってる、いやでもそれでも月1回来たら、はい何番が曲がってます、はいここがへこんでますって、食いしばりとか言われたとか、そうそう、みんななるんだね、まあ、なりますなります、歪みはねあります、あります、そうどうしてもそれはしょうがないと思うんですけど、だから長年そうやってこだわってやってきたからズレるのを見るじゃないですか、うん、だからそのエネルギー的にズレが分かるっていうよりも、その見たら体がズレてるっていうのは見た目で分かるじゃないですか、うん、そのだからこうズレてるからこう直せばいいんだよねって骨をこうでグイッとかやると、あれ治ったねみたいな、そこにそのズレが生じるのがその何、思考も関係するんですか。絶対関係する、あ、思考も関係する、食いしばり、あとは呼吸を止めてたりとか、呼吸ってなんか
って言ってこう止めたりとかすると思うんですよ、うん、気をつけてみると、うん、みんな呼吸してると思ってるんだけど結構ちょいちょい止めてて、もう止めてる時に多分歪ませる時は歪ませてるような気がします。私結構止めてる気がする、うん、でさっき言ってた足のね使い方、足がこうあったら足を一塊で思ってる人、まあ なんなら指がこうやって動くぐらいで思ってる人が多いんですけど、実は足の骨いっぱいあるのが全部動かなきゃいけない。正しくお魚の尾ひれとかぐらいの、まあ、ここ動かなきゃいけなかったりとかするんだけど、まあ足の専門の方は皆さんちゃんとご存知だと思うんですけど、でやっぱそれが一般にはまだまだ全然伝わってないし、今までは僕もやっぱり全然こういうお話とかも受けないできたんですけども、これからまあ矢作先生にも言われてて、残さなきゃダメだっていうふうに言われたし、ねえ、公の場初出演、今まで看板も出さずに治療してきたね引きこもりの塩野先生を世の中に表に出しちゃったっていう、ね、まあ、根が暗いんでで変態なんだよいやでも最初にお目にかかった時から随分経って、私はあれっきりだったから、うん、なんかすごい塩野先生進化してるなって感じがする、うん、あじゃあまた次回そ、ね、の、はい、なんかもっと聞きたいでしょうけど、残念ながら一歩目は終わりだそうでですね、こういう感じなんですね。ありがとうございました。そうなんです、はい、まあ、ゆるいですありがとうございますまあね、今は有名な劇団四季とかね、いろんな方が所属するのも、ね、まあちょっとですね、来てるらしいので、見た人は早もん勝ちで治療でしていただけるかもしれないということで2本目をお楽しみに。はい、それではありがとうございました。ありがとうございます。